何でしょうかこの島は。なんだか神秘的な空気が漂っています。私の生きていた世界にあった海の祠があった島に似ているわ。それはどういう場所なのですか？ノーバ海峡に浮かんでいる島で、地下には女神ミラーを祀る祭壇が建てられていたの。祭壇ですか。ここにもそれがあるのかもしれませんね。なんだか懐かしいわ。あの頃の私は旅に出たばかりで、まだまだ世間知らずだった。思いばかりが先走って仲間にもよく迷惑をかけたわ。セリカにもそんな時があったんですね。なんだか意外です。あの頃私は祖国を救う方法を知るためにミラ様のいる神殿に向かって旅をしていたの。島には道中で立ち寄ったのよ。でも恐ろしい化け物がいて大変だったわ。その前には人々を苦しめる海賊を退治したり、今思い返してみれば本当に無茶をしたものね。セリカは人々を助けながら旅をしていたんですね。もしあなたが同じ立場だったらどういう選択をしたかしら。困っている人々を無視することはできません。私も同じ選択をしたと思います。そう言ってくれると思っていたわ。だから私たちはここにたどり着いたのかしら。どういうことですか？ここはあなたに試練を与える場所。この試練を乗り越えることができれば私たちの絆はさらに強固なものとなるわ。さあ武器を手に取って、あなたの全力を私にぶつけてきて。わかりました。この試練必ず乗り越えてみせます。ロイ、わかった。戦う準備は万全よ。さあ始めましょう。あの敵がいると仲間をどんどん召喚されてしまいます。早く倒さないと厄介ですね。はせさんじます。覚悟はある。一緒にいるよ。騎士として。仰せのままに。頑張ります。行こう。分かっているよ。私の神様。
許されるなら。見ていなさい。ちなみさ、紋章の導きです。父なる空の怒りを。
星のような一戦だった。手を貸そう。まだです。どうすべきか。エンブレム、エタニティ。とても優しい。でも悲しいことだけど、優しさだけで世界を救うことはできないわ。分かっています。戦う強さも必要だということを。そう、優しさと強さ、その両方が必要よ。それを今から私に示して。神竜とカモリ、エンゲージ。私の負けだわ。よく試練を乗り越えたわね。ありがとうございます、セリカ。あなたはまだまだ強くなることができる。絆の力とともにね。これからも仲間たちとの絆をたくさん紡いでいってね。それがきっと世界を救うための力となるのだから。わかりました。今まで以上に頑張ります。そうして世界に平和を取り戻したら、今度はあなたの優しさが必要になるわ。もう誰も悲しまなくていい。争いのない世界をあなたたちが築き上げるの。私にそんなことができるでしょうか。道は遠く険しいと思うけど、必ずできると信じているわ。セリカにそう言われたら成し遂げるしかありませんね。これからも力を合わせて頑張っていきましょうね。はい、よろしくお願いします。
なんだか懐かしい景色だ。ここはアリティア城にとても似ているよ。アリティア城、マルスの世界にあったお城ですか？ああ、僕が生まれ育った場所だ。敵に奪われ、仲間たちと一緒に奪還したんだ。マルスは一度故郷を失ったんですね。相手は暗黒竜メディウス率いるドルーア帝国と、それに味方する同盟国だった。城が攻撃されて、僕は騎士たちに守られて脱出した。だけど中には命を落とした兵士も。まだ子供だったとはいえ、あの時は己の無力さを思い知ったよ。それからタリスの王女シーダや傭兵のオグマといった心強い仲間たちと出会って、祖国を取り戻したんだ。こう思うんだ、人は僕を英雄だと言うけれど、本当の英雄は僕を支えてくれたみんなの方だ。だから僕は、僕を信じてくれる人のために戦いたい。彼らに希望をもたらしたいと願っているんだ。その気持ち、わかる気がします。私にも仲間と一緒に見たい景色が、未来があります。そのために旅を続けてきたのですから。そうだね、戦いを経て君は強くなった。無力さを嘆いていたあの日の君はもういない。そして支えてくれるたくさんの仲間がいる。君の命は君だけのものじゃない。私はここまでずっと生かされてきました、仲間に、それから大切な家族に。その思いがあるのなら、君はきっとこの試練を乗り越えられる。試練？僕と戦ってくれ。それが君に与えられた試練だ。見事僕に勝てば、僕たちの絆はさらに強くなる。今まで以上に僕の力を引き出せるようになるはずだ。わかりました、必ずあなたに勝ち、試練を乗り越えてみせます。君となら。セリカ、行きましょう。君の前で恥ずかしい戦いはできないな。全力で迎え撃たせてもらう。違えないわ。了解だ。あなたのために。私でございますね。さあ踊ろう。ふっ、助かった。どこへでも。参ります。私だって。大丈夫、花は美しく。私ですか？いいね、いいね。
待っていたよ。さあ、君たちの力、僕に見せてくれ。あなたを助けたいの。エンブレム。出会えてよかったよ。足元に珍しい虫が。アディオス。なんて思われてもいいよ。
私にできるなら。させません。手を出そう。アリティアのためにYeah.
認めない。ブズ、知りはしないわ。空の怒りよ、正念場だな。俺が君を守ってみせる。負けるものですか。いい風が。
調子に。標的を。勝算はあった。父なる空の怒りを。本当にあなたと戦うの？私嫌だよ。仲間を傷つけたくない。心配いらないよ。これは傷つけるための戦いじゃない。自分自身を超えるための戦いなんだ。自分自身を。過去の私を超えたい。さあ顔を上げて。君はもう一人じゃない。見事この試練を乗り越えてみせるんだ。竜の守り人として。あの方の騎士として。エンブレム、エタニティ。いろいろなことがあったね。とても言葉では表せません。代わりに私の全力を持ってお伝えします。ありがとう。行きますよ。
事だ。君たちの思いを、力を感じることができた。君と戦っていた時、ある仲間の顔が浮かんできたよ。僕が戦争の最中に出会ったチキという名の侵入族の女の子の顔だ。侵入、マルスは元の世界でも侵入と出会っていたんですね。ああ、君と同じように人のために戦った仲間だよ。チキはものすごい力を持っていてね、神殿で長い間眠りにつかされていたんだ。一人でとても寂しい思いをしていたんだろう。僕らと一緒にいたいと言ってくれた。僕のことをお兄ちゃんと呼んでくれた。人だとか竜だとかは関係なく仲間だった。その子の気持ち、わかります。種族は関係ありません。人の痛みを知り、戦争を終わらせようと戦うマルスに親しみと絆を感じたんだと思います。ありがとう。僕も君に出会ってからずっと同じ気持ちだよ、マルス。私はあなたがいてくれたから強くなれた。感謝するのは私の方です。これからも一緒に歩んでいきましょう。私には仲間とあなたとたどり着きたい未来があるんです。ああ、共に歩もう。僕たちはずっと一緒だ。ありがとう。
龍石を渡してくれた時のこと覚えてる？ごめんなさい、目覚める前のことは曖昧で。私ね、千年前一度だけお兄ちゃんに会ったことがあるんだよ。一度だけ？うん、会ったことがあるのは一度だけ。私たちの兄弟はみんな戦争で死んじゃった。でもお兄ちゃんだけは生き残って私に会いに来てくれた。泣いてばかりの弱くて幼い私に龍石を渡して励ましの声をかけてくれたの。一緒にはいられないけど私はあなたの味方だって。そうだったんですね、昔の私が。もう砕けちゃったけど、あの龍石はずっと私のお守りだった。辛いことがあった日も、ママが死んだ日も、再会できたパパにひどいことを言われた日も、龍石を見て、また会える日を夢見て頑張ろうって思ってたんだ。ベイル覚えてないかもしれないけど、私とっても感謝してるんだ。あの時龍石をもらってなかったら、きっとこうして再会できなかったから。私こそ感謝しています。千年もの間思い続けてくれてありがとうございます。私もベイルがいなかったらこうしてここにいることはできませんでした。これからはずっと一緒にいられるよね。もちろんです。もう離れ離れにはなりませんよ、ベイル。